にちは、山下チャンネルです。今日は出汁の動画について出したいと思います。うちの機械は諸岡の MST800 を使っております。 600ですね、 MST600 を使っております。それでは出汁の動画いきます。お願いします。今回は一本一本丁寧に積んでいきます。時の注意点としてはまず一本一本丁寧に積んでいくっていうのと、あと重たい方を絶対前の方になるように、運転が前方向行く時前になるように乗せていきます。それじゃないとフォワードが引っかかってしまいます。フォワードがひっくり返ったり進まなくなったりするので気をつけていきます。ちなみにこの造材は3メーターと4メーターを高い部分っていうのがあるので、例えば末口っていうんですけど、丸太の部分ですね、丸太の一番端っこの部分ですね、そちらの大きさによって変えてます。なるべく綺麗に乗せるようにしています。おそらく最後の1本ですね。で、ここに一応目安のラインがあるんですけど、それを超えないように積んでいくんですけど、今回少しだけ超えてしまいましたね。
なるべくこれを超えないように運んでいきます。この赤いやつには4本全部ついてます。ここはあまり超えてないですね。向こう側にもあるんですけど、向こう側にもあるので、それを基準にして運んでください。それでは出し場に向かいます。それでは出し場に着いたので、1本ずつ出していきたいと思います。はなるべくその木の太い方と細い方のバランスを見ながら、それを変えたりして出してます。なるべく乗せても崩れたりしないようにっていうのと、なるべくたくさん乗せれるように積んでいきます。太さによっては2本掴んだりもするんですけど、なるべく僕らはもう1本ずつ掴むようにしてます。出しをすることによって、それを市場に出してお金になっています。いくらたくさん切っても出さないとお金にはならないので、この出しも非常に重要な作業となっております。以上が出汁の終了となります。時間にもよるんですけど、僕らこれを1日に15とか15往復から20往復してたくさん出すようにしております。それでは皆さん、ありがとうございました。